こんにちは。あ、歌丸会の田島です。今日はあの、昨日か震災の26年経ったっていうことで一つ追悼のことを第一に、追悼したいと思います。またそんな中あの兵庫の伊丹に昔から世話になってるあの岡崎ドライブ用品っていうあのトラックショップがあるんですけど、その先代の社長がちょうど震災の年に亡くなったんですよね。それから26年ですか、こうその年にあの今度はせがれさんが後を継いで、今月の18日にあの新装開店になったということで、一つお祝いの言葉を送りたいと思います。本当ならあの先代の墓参りを兼ねてお祝いに言いたいとこなんですけど、こういうコロナの状況で、あのちょっと行けないんで、またコロナでも収まったらあのゆっくり墓参り兼ねて、行きたいと思います。またちょっと立派な店が私が見えないので寂しいんですけど、その代わりに、地元の元禄丸に行ってもらうことになりました。その店を紹介して皆様に可愛がってもらって、少しでもあのみんなのこのアートトラックの世界にあの貢献してもらえればなと思ってます。私が関西の道筋をつけてもらったのは先代の岡崎社長です。それから今にドンサムロードの後藤田の生駒のそういうつながりにつながってるんですよね。それを作ってもらったあの先代の店です。これからも末永く皆さんに、役に立ててるよう頑張ると思いますので、皆様そちらの方へやったら一つマーカーの一つでもネジ一本でもいいから一つ寄って、やってください。またあの店の方にはこの YouTube の私のステッカーも置いてありますんで、登録したよって言えばすぐ分けてくれると思いますので、一つそれも楽しみに、皆さんに、渡していただければなと思ってます。そんなわけでじゃああの元禄丸が今行ってると思うんで、ちょっと電話してみたいと思いますので、よろしくお願いします。おー久しぶり。おお綺麗になりましたね。いや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 、そんなことはないけど、まあまあすごいです、ね、ありがとうございます。いやいやいや、もうまあ駆けつけてコーヒーでも入って、ありがとうございます。やったまあまあまあすごい、どうにか形にはなってきたけど、まだまだやね。今日から18日か、そうからやっていこうかなと思って、とりあえずまだレジだからちょっとないけど、悪戦苦闘ながらやっていこうかなと。すごいですね。急に今夜島会長が見てたから、もしもーおい、行ってるかい。今来てますよ。行ってるかい。来てますよ。おー、そう、どんな具合に仕上がってるや、いいかや。いいお店ですよ。あー、そう、まだ新築の匂いがしますからね。あー、そう、そうだんべ、新築だから。いいですよ、すごいな。昔がな、ね、まあ、昔はね、懐かしいあの店だったから、懐かしかった。まあ、トラックショップっていうのはな、ああいう店も良かったんだけど、まあ今度新しくなったんで、ね、これは
後でゆっくり行って、見させてもらうけど、その代わりによく代わりに見てください。わかりました。ちょっとテントと変わりますね。はいはい、会長です。あ、すいません、ご無沙汰しております。はいはいはい、どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、よかったよ。まあ見えねえんが寂しいんだけどさ、俺が。そうですね、もう本当 あれですけども、社長さんの元気な声を聞かれて、もう、まあ、なんとか俺も生きてるんで。いや生きてるうちに、あの仙台の墓参り行きたいなと思って。ねえ、もう今度来てもらったらちゃんと座るとこもありますし、きちんとできますんで。あ、そう。はい、もう前はちょっとね、いろいろあったけど、前はな、立ちっぱなしみてんとこだからな、立ち飲みみてえの。そうですよね。でも、はい、ゆっくりあの元禄が撮った映像を見させてもらって、はい、楽しみにしています。はい、わかりました。またね、あの YouTube のステッカーも皆さんが来たら、はい、あの分けてやってください。そうですね、もう店の前に今 YouTube のステッカーも貼ってますんで、うん、あ、そう、はい、5枚全部貼ってます。子供も中学になったってんで、子供の顔も見てえけど、はい、まあ、あったかくなってな、コロナが終わったらまた出ていきますんで、はい、な、健康に気をつけて頑張ってください。はい、わかりました、うん、おめでとう。はい、どうもありがとうございます。はいはい、どうも。はい、すいません、失礼します。はい、はい。九州まで行って、渡ってみたか。いや、あれやけど、嘘。ほんで、2メーターのシャーリング。これ2メーターシャーリング。はい、そうよ、はい。はい。けどまだ見なあかんや、どれがつくかどうか。うわ、けど明日すぐに言って付け替え無理よ。一回見て、うん、どれを手配かけるか見ないと。はい。はい、わかりました。はい、はい、お願いしまーす。カレンダー、入ったけど、まずつぶり替える。あの、JB のカクテルの。はい。中のパックなんて、はい、いや、あるけど、JB のカクテル昔の電球、はい、あー、小型の方か。小型の方か。いや、持ち合わせあるかなと思う。なんか、大型はあるね。大型はある。基本はある。うん。大型はしょっちゅう水が入るから、あんね。あの、パッキンはある。もう小さいな、こっちかな、なんか、まだ大きな、しょっちゅう。競り出してるけど、あんねん。この方はしょっちゅうしょっちゅうパッキンパッキンになるから。ストップレンズのとこでしょ？大きい。いや、そっちだったら、あの、ウインカーウインカーの、この、なんかオレンジ色の、なんか、硬いやつありません、はい、あれが欲しい。硬いいうか。こっちを持ったか。
はい、ただいま郵便屋さんが届けてくれました。はい、岡崎さんでも YouTube を登録していただいた方はもらえますので、はい、はい、来てください。はい、よろしくお願いします。